最近、韓国のテレビ番組で詐欺の被害に遭ったアーティストについて話しました。これにより、IU もリサ、ブラックピンクも巨額の損失を出し、ファンを悲しませた。まず、リサは2020年に長年のマネージャー20億ウォンを騙し取られました。彼女は長年のマネージャーであるため、ブラックピンクメンバーから信頼されています。したがって、この人物は、リサを助けるためにそのお金を使って不動産に投資すると言いましたが、実際には全てをギャンブルに焼いて倒産しました。今までこの金額はリサに返金されていません。このマネージャーが逃げたので、女性アイドルはそれを追及せず、無視することを受け入れました。IU も詐欺被害に遭った。女性アイドルは以前、芸能番組に出演し、練習生志望の際に学費を要求するなど、多くの企業から詐欺に遭っていたことを明かし、3カ所ほど詐欺に遭った。彼らは通常、300万ウォンを要求します。有名人でさえ金銭詐欺の被害者になる可能性があることがわかります。詐欺の対象はマネージャーや身近な社員などで、 IU のほかブラックピンクのリサ、俳優のキム・サンヒョクも信頼していた人に1億ウォンを騙し取られ、ベクガは投資家3社を売却した。裏切られたキム・ヒョンスクは同僚の夫に騙された。